初回相手のミスからチャンスを作り藤岡のタイムリーで先制。いいぞ、来た、先制来たわ。 N、イータ、イケメン二塁行ったか、イケメンナイス、うひょう。ポランコのツーランでさらに追加点。打球はライトフェ。ポラちゃん来た、熱いの来た。見てなかったけど花火聞こえたから見に来たらやっぱり入ったのか。 W 起用が当たりまくるな。メルセデス、明日も頼みますよ。熱いの来た。しかし先発小島が2回タイムリーや守備ミスなどであっという間に追いつかれる。そういうとこや小島は。なんで最後に甘い球、あっという間に失点。藤岡さ、吹いてしまったわ。何やってんだ、暑さでみんなやられてるな。3エアーだろ、おじまいの嫌がらせ半端ないわ。そのまま同点で迎えた7回評価勝ち越しタイムリー許し、この試合初のリード許す。ああノックアウト。相変わらず交代が遅いパターンだな。なんでよりにもよってスリーベースなんだよ。人のいないとこに飛ばされてばかり。いやー、おじまも種市も打たれすぎたわ。夏にバテるのはわかるけども。8回表に1点追加され2点差で迎えた8回裏、外のホームランで1点返す。ね、2人神ソロじゃな。さすが外、さっきの1点が余計な展開に。打点を、打線はそこそこ仕事するんだよ。それ入るのか、外の逆方向すげーわ。外は2冠王いけそうだな。その後チャンスを作り、藤原の内野安打&相手のエラーも相まってロッテ逆転。おひょ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 ー、なんか来た。タイムリーエラーで逆転。イケメンサンキュー。セカンドには魔物が住んでいる。今のヒットかよ。外崎も今日ずっと送球やばいな。暗黒の力が働いてる。一気に畳みかけよう。9回に登板した横山が同点タイムリーを浴びる。ああで、せめて止めてよ。抜けんのかよそれ。どうすんだよこれ。なんやそれ。まあ同点なら裏があるが。本当に増田見てるようだな。その裏満塁のチャンスを作り、小川のセーフティーバントでさよなら勝ち。チーカはチーカはチーカは最高や。これはすごいわ。ここで決めるメンタルすごいわ。小川ナイススクイズ。やっぱりお前はマリーンズに必要。度胸あるなチーカは。こんなん見たことない。これは予想しなかったわ。チーカは神。仙台の西施策取り返したよな。12連勝イエーイ。